中、ポケガニム中、どうもライチューメカワです。おはよう、シャクラン7プラです。はい、本日ですね、チャンピオンズリーグ2022京都の会場に来ております。はい、今日の動画はその京都会場のレポートをね、どんどん出していきたいと思います。はい、会場ではなんとモニター石井が駆け巡って撮影してます。はい、よろしくお願いします。僕らあの解説とインタビュアーなんですね。はい、インタビューもね、やっていきます。はい、ポケガチャンネル取材、ぜひご覧ください。お願いします。お願いします。選手です、よろしくお願いします。お願いします。ちょっと表情が曇ってますね。待って、なんでいきなり決勝戦みたいな感じになっちゃいますけど大丈夫ですか？大丈夫です。あの今日あの1回戦目配信作品で出られるんですけど、お相手がポケカ四天王、そしてポケカ竜王の斉藤浩介選手ということで、やばいって。でもで今まですごいあのたくさん練習してきたとおっしゃってたので、はい、でも全然勝てるチャンスあると思います。そうですよね。でもその斉藤浩介選手とそのポケカができるっていう機会もなかなかないと思うので、ちょっと本当に純粋に楽しみになってきました。はい、昨日の晩御飯はなんか京都のラーメン屋さん一人で行ってきて、なんか列なってたんですよ。あ、有名なラーメン屋さんですか？そうです、そうです。そこに一人で深夜に行ってきました。昨日は何食べたんですか？昨日は湯葉と串カツを食べました。おお。コニータさん何食べたんですか？よろしくお願いします。そうですね、まあ、トップ64ですかね、次の優先権に、大まず目指して頑張っていこうと思います。以上です。はじめ社長さんなんで、まあ、めっちゃ楽しみです、個人的に。今日の目標は7回やって頑張ってました。はい。ありがとうございます。米田選手でした。意気込みをお願いします。またトーナメントとか行けたらいいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。今日の目標とかはどうですか？優勝ですか？まあ、優勝言いたいですね、うん、優勝ですね。はい、応援してます。普通の一般参加としてくるのかなり久しぶりなんで、まあ、そういう意味で楽しみたいと思います。はい、意気込みをお願いします。もう CL の優勝は1回もしたことないので、今回はしっかり優勝できるように頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございます。バトルスタート。でしたね。はい、初戦が、まあ、なんかちょっと不利な相手に勝ててよかったなって感じなんですけど、逆に2回戦目はちょっと有利めな相手に自分で負けてしまって、うん、あ、うん、そういうのがあるのもね、ポケモンカードですよね。はい、まあ、まだまだこれからなんで頑張ります。3勝0敗おめっちゃ勝ってる。気合も十分という状況、先ほどインタビューとは打って変わって真剣な表情。まあ、ボスの指令あるかどうかってところ、ボスの指令を保ってきて、はい、さあこれでクロスフュージョンテクノファスター見事枝はじめ選手勝利です。おめでとうございます。ウィナーまあ、3勝続いてはいるので、まあ、インテリオンのように波に乗ってこのままもっと上の方に行きたいなと思ってます。最後ちょっと雪道張られ続けて、もう宇都宮の関とか何にもしてくれなくて、やっぱちょっと強いですね、セイ君。負けました。ドロップです、兄さんで。なるほど。はい、いやーやっぱ難しかったですね、今日は。やっぱ環境が分からなかったんで最終戦負けちゃいました。まあとりあえず2勝2敗からここまで来れたんで、ビッグテニオンもらえたんでね、今日は満足です。ありがとうございました。
感じだと思います。席あります。残念ながら負けてしまった選手は試合終了後、速やかに行きたい、行かない、いいところまで行ったんだけどな。めっちゃ楽しかったです。ありがとうございます。皆さん本当におめでとうございます。意気込み絶対勝ちます、はい、絶対勝ちます。じゃあ1台目蹴りで倒します。これでサイド3枚もらいます。ダメージまで70ダメージ。そしてエフェクトバットを蹴りで蹴り蹴りで倒します。じゃあ今日は運が良かったので帰って喜びたいと思います。大きな拍手お送りください。ここまで勝ち上がったのがこの2名の選手、高畑仁選手、そして馬場大成選手です。さあ最後一つ引き離しましたね。これは大きいですね。ここで残り3枚。さあここでサイドからの2枚です。ここで相手のバトルバランスイクムイ倒せればリーチなんですけど、ボスの指令をどりどり、はい、まあ、ベンチポケモン十分です、ね、はい、これで倒しての高畑選手の勝利、おめでとうございます。どうぞ勝利お上がりください。というわけで高畑選手にインタビューをしていきます。お願いします。はい、優勝おめでとうございます。はい、はい、今日の大会を振り返ってみてどうでしたか？1日とてもラッキーな日だったかなという僕の方になんかすごい運がいいようなのが回ってきて、はい、どうもすごい気持ちよく勝てました。運だけでさすがに、ね、優勝は取れないと思うので、これから練習してから運が重なったものがあるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、世界大会が決まったということで、その意気込みなんかもお願いします。念願の世界大会なので、まあ、実際的にどうなるか分かりませんけど、まあ、頑張って練習していい結果を残せるように頑張りたいと思います。はい、というわけでですね、次回11月3日に、福岡にてチャンピオンズリーグ2022福岡大会がね実施されますので、そちらの方も楽しみにしてください。トケカの大会に出てみたいなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また次回、バイバーイ。バイバーイ。